服役中の殺人犯、性転換手術の申請に成功。アメリカカリフォルニア州で服役中の男が手術による性転換を受けることになり注目を集めています。1980年に殺人と誘拐の罪で有罪判決を受けたシャイロ・カイン受刑者は性同一性障害と診断されていました。終身刑のカイン受刑者は医者や精神科医に勧められた上で性転換の手術を州政府に何度も申請しましたが全て却下されました。すると今年4月に別の性同一性障害の受刑者が性転換手術の申請に成功。これをきっかけにカイン受刑者の申請も通ったということです。市民からは怒りの声が上がり、受刑者への待遇が良すぎると非難が殺到。しかし服役中の性同一性障害者は攻撃されることが多く、とても危険とされています。カイン受刑者はこの35年間で何度も自殺を試み止められていたとのことです。裁判に出席した精神科医も性転換手術の必要性があると表明。手術の費用は日本円にすると180万円から300万円がかかるとし、市民は反対しているそうですが、なんとカリフォルニア州では受刑者1人当たり年間150万円相当の医療費がかかっているということです。そのため今回の手術にかかる金額は飛び抜けて高いわけではありません。カイン受刑者は性転換後女子刑務所に収監されるということです。このニュースをあなたの手元に LINE 友ニュースに登録してね。性障害の受刑者が性転換手術の申請に成功。これをきっかけにカイン受刑者の申請も通ったということです。市民からは怒りの声が上がり、受刑者への待遇が良すぎると非難が殺到。服役中の殺人犯、性転換手術の申請に成功。アメリカカリフォルニア州で服役中の男が手術による性転換を受けることになり注目を集めています。1980年に殺人と誘拐の罪で有罪判決を受けたシャイロ・カイン受刑者は性同一性障害と診断されていました。終身刑のカイン受刑者は医者や精神科医に勧められた上で性転換の手術を州政府に何度も申請しましたが全て却下されました。すると今年4月に別の性同一しかし服役中の性同一性障害者は攻撃されることが多く、とても危険とされています。カイン受刑者はこの35年間で何度も自殺を試み止められていたとのことです。裁判に出席した精神科医も性転換手術の必要性があると表明。手術の費用は日本円にすると180万円から300万円がかかるとし、市民は反対しているそうですが、なんとカリフォルニア州では受刑者1人